横浜スタジアムです。ツーアウトランナー一塁という場面、黒羽初球を打った、打球はセンターへ、ヒット、センターからサードへ、黒羽ナイスバッティングです。4回の裏、これからベイスターズの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは黒羽、これだー、いったー、一直線、さらに場外ホームラン、先制ホームラン、打った瞬間ホームランとなった超特大な当たり、初球から思い切っていきました。さあチームメイトからも祝福を受けます。こちらが先ほどの先制のシーンです。ベイスターズ追加点のチャンスを迎えました。ノーアウトランナー一塁二塁という場面で黒羽、第2球投げた、ストライク、追い込んで投げました、危ない球。さあ4球目、スライダー、空振り三振、高めの変化、同点で迎える7回です。ツーアウトランナーなしという場面で黒羽、今日はホームランを打っています。第2球投げました、ストライク、バッター追い込まれました。第3球を投げました、低め、カットボール外れてボール、投げました、内角高めいっぱい、見逃し三振、内角高めいっぱいに決まった。ベイスターズ、ベイスターズ1点差に届かず敗れました。さて本日のヒーロた、阪神甲子園球場です。阪神タイガース対横浜、2回の表、これからベイスターズの攻撃に入ります。この回のトップバッターは黒羽、投球これから2球目、内角に送ってストライク、第3球を投げました、打ちました、セカンドゴロ正面、衣川掴んだ、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。ベイスターズリードで迎える4回です。ワンアウトランナーなしという場面で黒羽、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。投げた、危ない球、投げた、もう第4球は打って出た、ライトへ上がった、ライト交代、ワンバウンドヒットになる、打ったバッターは一塁蹴って二塁へ、打ったバッターは三塁へ向かう、タッチアウト、これで2アウト、ランナーありません。さあリプレイです。ベイスターズリードで迎える5回です。2アウトランナー1塁という場面で黒羽、さあ次の投球、もう投げた、インハイ際どい球、ボール、さあ4球目、もう第5球投げた、決まった、強烈、宇宙間、一投、待ち、入った入った、ホームラン、ツーランホームラン、宇宙間スタンドに引き下がった、ストレートを完璧に捉えました。では
では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。さあ追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー一塁二塁という場面で黒羽、今日はツーランホームランを打っています。第2球投げた、高速スライダーボール、内角高め。第3球を投げました、打ったショートバウンド取った、ここはうまい守備に阻まれました。スリーアウト。ベイスターズリードで迎える9回です。ノーアウトランナー1塁という場面で黒羽、今日はツーランホームランを打っています。1塁ランナー出た、これはストライク、ボールを2塁、これは楽々セーフ、盗塁成功です。第2球打ちました、三遊間のゴロ、抜けた、黒羽でいいバッティングを見せました。今日これで5打数3安打。投げました、投球ボール、キャッチャー二塁、二塁セーフ。ベイスターズ、ベイスターズ完勝です。さて本日のヒーローは黒羽。阪神甲子園球、ベイスターズ先制のチャンスです。ツーアウトランナー2塁という場面で黒羽、大きな声援が届いています。第2球投げました、打ちました、ファール、セカンド牽制球です。タッチはセーフ、2塁はセーフ。投げました、打ちました、痛烈、左中間大きいぞ、伸びた、伸びて入った、入った、ホームラン、先制、ツーランホームラン、左中間スタンドへ突き刺さった、ストレートを狙い打ち、4番の一振りで先制。今の先制の場面リプレイでご覧ください。ベイスターズリードで迎える3回です。先ほどツーランホームランを放っている黒羽、投げました、危ない球、投げた、ボール、インローへ。第3球を投げた、これは右中間、一投、間違いなく入った、入った、ホームラン、ソロホームラン、黒羽根、これで2打数連続のホームラン狙う。リプレイをご覧ください。ベイスターズリードで迎える5回です。ツーアウトランナーなしという場面で黒羽、今日3打点を挙げています。第2球投げた、これだ、左中間大きいぞ、伸びる、まだ伸びる、入った、入った、ホームラン、ソロホームラン、3打席連発、ストレートを完璧に捉えました。素晴らしい一発、先ほどのプレーです。試合は終盤7回に入ります。トップバッターは黒羽、通算500号本塁打まであと9本としています。今日は3安打猛打賞、初球から打ってった、鬼怒川バックしていった、余裕があります、取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。ベイスターズリードで迎える9回です。今日3本のホームランを放っている黒羽、通算500号本塁打まであと9本としています。初球ストライク。第3球を投げた、打った、梅野、落下点に入った、取って、これで3アウトチェンジ。ベイスターズ、ベイスターズ見事勝利。
京セラドーム大阪です。2回の表1点を追いかけます。ベイスターズの攻撃、先頭バッターは黒羽、通算500号本塁打まであと9本としています。第2球ボール、第3球を投げた、打ちました、ファールボール。次が4球目、投げました、打った、バットが折れました、これはショート正面、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。さあリプレイ、さあ同点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー一塁二塁という場面で黒羽、通算500号本塁打まであと9本としています。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第3球を投げました、打ちました、ピッチャー返し、抜けた、センターバックホーム、黒羽ナイスバッティングです。ベイスターズ大展開で迎える6回、ノーアウトランナー1塁という場面で黒羽、通算500号本塁打まであと9本としています。投げました、完全に外れた、ボール。第3球打ちました、レフトへの打球掴みました、中継、ランナー1塁に戻ります。これでワンアウト。ベイスターズ大展開で迎える8回です。ツーアウトランナー1塁という場面で黒羽、通算500号本塁打まであと9本としています。現在の打率は4割5分3厘。第3球を投げました、外れた、ボール。第4球は決まった、決めれば同点だ、いった、入った入った、ホームラン、同点、ツーランホームラン、レフトスタンドに叩き込んだ、スプリットを完璧に捉えました、4番の一振りで同点。チームメイトが迎えます。今の同点のシーンリプレイでご覧ください。桐敷降板、マウンド上ピッチャーはうなる剛速球モイネロ、これが29試合目の登板。ベイスターズ打線相手にどういった投球を見せるのか、決まってストライク、まずは見送りました。投球これから2球目、この前通過。第3球はボール。第4球を投げました、打ちました、詰まった、これは内野フライ、モイネロ余裕があります。マウンドの右掴みました。ベイスターズリードで迎える12回です。ワンアウトランナー1塁という場面で黒、打ちました、初球打ち、ピッチャー正面ゲッツーコースター、2塁フォースアウト、アウト、ダブルプレイ、スリーアウトチェンジ。では延長、痛恨のサイン。バンテリンドーム名古屋です。バッター黒羽、通算500号本塁打まであと8本としています。現在の打率は4割5分2厘。ボール。第2球投げた、打った、強打、ボールを掴んだ、一塁送球、アウト。これで2アウト、ランナーありません。山本、ツーアウト満塁という場面で黒羽、通算500号本塁打まであと8本としています。最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。打った、センターへのフライだ、センター交代、取りました、これで3アウト。1回の表、他球
打ち降板。試合はこれから終盤4回に入ります。トップバッターは黒羽、通算500号本塁打まであと8本としています。今日はショートゴロとセンターフライ。ナックルカーブ見送ってボール、内角へ。第3球ボール。第4球を投げた、打った流し打ち、破った。黒羽根いいバッティングを見せました。初安打。第1球投げた、内角低め見送ってストライク。一塁牽制、タッチはセーフ。第2球一塁ランナー走った、おっとここでエンドランをかけてきた。ライナー一塁ランナー一気に三塁へ、ヒットエンドラン。もののみベイスターズリードで迎える5回です。バッターは黒羽根、通算500号本塁打まであと8本としています。投球これから2球目、ストライク。第3球を投げた、カットボールはボール。第4球を投げた、打ちました、ファール。追い込んでから投げました、ラックルカーブ見逃し三振。外角低めいっぱいに決まった。ベイスターズリードで迎える7回です。ワンアウトランナー一塁という場面で黒羽根、通算500号本塁打まであと8本としています。今日はここまで4打数1安打1三振。第3球を投げました、1球外してボール。第4球は打ちました、ピッチャー返し、抜けた。中継、黒羽根ナイスバッティング。ツーアウトランナー1塁3塁という場面で佐野、通算155本塁打まであと5本、打ちました、ヒットエンドラン。セカンド左アウト、スリーアウトチェンジ。7回の表が終わった。ベイスターズリードで迎える9回です。今日2本のヒットを放っている黒羽根、通算500号本塁打まであと8本としています。取ってアウト、スリーアウトチェンジ。神茶谷見ろ。バンテリンドーム名古屋です。ベイスターズ先制のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー1塁2塁という場面で黒羽根、通算500号本塁打まであと8本としています。ネクストバッターサークルに控えているのはオースティン。第3球ボール、投げました、見送ってストライク。追い込んで第5球、危ない球。第6球を投げました、これもフォアボール。これで4番ベイスターズ追う展開で迎える3回です。ツーアウトランナー1塁という場面で黒羽根、通算500号本塁打まであと8本としています。最初のバッターボックスはフォアボール。第3球を投げました、打ちました、痛烈、1、2塁間ライナーで破った。黒羽根いいバッティング。ベイスターズ追う展開で迎える5回です。バッター黒羽根、頑張るから、通算500号本塁打まであと8本としています。現在の打率は4割5分2厘。1球目ストライクから投げた、それ打ちました、スタンドに入りました、ファール。投球は3球目、投げた、ボール。投げた、ボール。次は5球目、投げた、ボール。第6球を投げた、引っ張った、入るか入るか、
レフト下がった、ダイレクトで当たった。黒羽でナイスバッティングです。今日これで2打。右のバッターボックスは5番オースティン。今日はサードフライとフォアボール投げました。外れた。二塁送球はこれは悠々セーフ、盗塁成功です。第2球見送ってストライク。第3球を投げました。打ちました。これはいい当たり、入れば同点だ。伸びた、伸びていった、センター見送った、ホームラン。第42号同点ツーランホームラン、右中間スタンドに叩き込んだ。同点の場面映像でご覧いただきました。ベイスターズ追加点のチャンスです。ツーアウトランナー二塁という場面で黒羽、通算500号本塁打まであと8本としています。2球目ストライク。第3球渾身のストレート、空振り、タイミング合いません。第4球を投げました、ボール。第5球投げました、カットボールはボール、アウトローへ。第6球を投げました、打った、これは強烈、いった、一直線、入った入った、ホームラン、ツーランホームラン。左中間スタンドに叩き込んだ、甘い球を完璧に捉えました。今チームメイトが迎えます。先ほどのプレーです。ベイスターズリードで迎える7回です。今日3安打猛打賞の黒羽、通算500号本塁打まであと7本としています。投げた、打った、投球はこれから3球目、ストライク、膝元厳しいところ、バッター追い込まれました。投げた、見送ってボール。第5球投げた、カーブ、見逃し三振。ベイスターズリードで迎える9回です。今日3本のヒットを放っている黒羽、通算500、打った、初球打ち抜けた。黒羽いいバッティングを見せました。今日これで5打数の4安打。投球ストライク、これは楽々セーフ、盗塁成功です。第2球投げた、見送ってボール。第3球を投げた、ボール。さあ4球目打ちました、ファウルボール。次は5球目打ちました、痛烈、左中間大きいぞ、伸びる、入った入った、ホームラン。第43号ベイスターズ大差で勝利しました。バンテリンドーム名古屋です。中日ドラゴン さあ先制のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー2塁という場面で黒羽、通算500号本塁打まであと7本としています。ひときわ大きな声援が聞こえます、ボール。第3球を投げました、危ない球。第4球を投げました、4球目ストライク、ここは1球見ます。第5球投げました、打ちました、鈍いゴロ、一塁へ送る、アウト、スリーアウトチェンジ。さあリプレイです。梅津、ベイスターズリードで迎える3回です。バッター黒羽、
通算500号ホームランまであと7本としています。最初のバッターボックスはピッチャーゴロに倒れています。投げました、外側決まってストライク。投げました、打った、これはいい当たりだ、抜けた、黒羽ナイスバッティングです。これで2打数の1安打。第1球投げた、ストレートはボール。第2球投げた、ボール。投球はこれから3球目、ストライクになった、ボールを2塁、盗塁成功、ランナーが2塁に進んでいます。では改めてリプレイを。第4球を投げた、打ちました、引っ掛けた、サード右横のフライになりました。掴んでこれで3アウトになります。2塁ランナー黒羽残塁に。ベイスターズリードで迎える5回です。2アウトランナーなしという場面で黒羽通算500号本塁打まであと7本としています。投げた、打った、センター落下点に入りました。取ってこれで3アウトチェンジ。ベイスターズ迎える7回です。ワンアウトランナーなしという場面で黒羽通算500号本塁打まであと7本としています。今日はここまで3打数1安打。第3球を投げた、ストライク。追い込んでから投げました、ボール。投げました、打った、痛烈な当たり、センター下がった、クリーンヒット、中継、打ったバッター二塁を蹴って三塁へ、黒羽でスリーベースヒットを放ちました。ベイスターズリードで迎える9回です。ここまで2安打黒羽、通算初球を打ちました。ピッチャーの頭上、ピッチャー落下点、ピッチャー取りました。これベイスターズ快勝しました。東京ドームです。読売ジャイアンツ対横浜 DeNA ベイスターズ19回戦の模様をお送りしてまいります。ジャイアンツの先発バッターは黒羽、やるよ、通算500号本塁打まであと7本としています。第2球投げました、危ない球、投げました、打った、強い当たり、さらに伸びていく、レフトを見上げた、ホームラン、そのホームラン、2者連続ホームラン、狙っていたでしょうか、完璧に捉えました。
チームメイトが迎えます。リプレイをご覧ください。ベイスターズリードで迎える2回、ワンアウトランナー1塁という場面で黒羽、通算500号本塁打まであと6本としています。現在の打率は4決まった。これはいい当たりだ。いったー、入った入った、ホームラン、ツーランホームラン、2打席連発、ストレートじゃない打ち、やったね。素晴らしい一発をベンチも祝福。先ほどのプレー、ベイスターズリードで迎える4回です。ツーアウトランナーなしという場面で黒羽、通算500号、初球打った、右中間へのフライですが取りました。これで3アウト。ベイスターズ追加点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー3塁という場面で黒羽、通算500号本塁打まであと5本としています。今日これだ、いった、入った入った、ホームラン、ツーランホームラン、黒羽なんとこれが今日3番目、ヒットを逃しませんでした。大勢こう8回の表、これからベイスターズの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは黒羽、初球から打ってった、右中間へ持っていきましたが掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。ベイスターズ2点差で逃げ切り。東京ドームです。ベイスターズ先制のチャンスです。ツーアウトランナー2塁という場面で黒羽、通算500号本塁打まであと4本としています。空振り、第3球を投げました、打ちました、いい当たり、ボールはライナーで右中間へ、ヒット、打球が転がっている、中継、ベイスターズまずは1点先制、1対0。では先制の場面、映像でご覧いただきましょう。バッターは5番オースティン、第9投げた、初球空振り、少し迷ったか、初球空振りから第2球インハイ、ボール、第3球を投げた、ストライク、膝元厳しい球でした、変化球にキレがあります、投げた、打ちました、ライト前に出る、ヒットになります。二塁ランナー三塁回ってホームに突っ込む、ベイスターズさらに1点追加、2対0。さあリプレイ、さあ追加点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー一塁三塁という場面で黒羽、通算500号本塁打まであと4本としています。第2球投げた、内角低めいっぱい、ストライク、投げた、打った、三塁ランナーはホームへ、二塁送球、二塁間一発セーフ、一塁セーフ、ベイスターズ1点入りました、4対2。ベイスターズ追加点のチャンスです。ノーアウトランナー一塁二塁という場面で黒羽、通算500号本塁打まであと4本としています。今日2打点を挙げています。
第3球を投げました。一つ外したボール。第4球を投げました。ストレートはボール。第5球投げました。打ちました。三遊間の当たり。ショートから一塁送球。アウト。ベイスターズ。なおもちゃ。ベイスターズリードで迎える5回です。今日ツーベースを打っている黒羽。打ちました。初球打ち。セカンド正面。アウト。これでツーアウト。ランナーありません。ベイスターズリードで迎える7回です。バッターは黒羽。通算500号本塁打まであと4本としています。今日はここまで4打数1安打。第2球投げました。インロー際どい球ボール。第3球を投げました。ボール。さあ4球目。危ない球。さあ投球は5球目。投げた。インコース見送ってストライク。さあ6球目。見逃し三振。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。ベイスターズ3ベイスターズリードで迎える9回です。ワンアウトランナー一塁という場面で黒羽。通算500号本塁打まであと4本としています。投球これから2球目。見送ってストライク。第3球を投げた。ボール。第4球を投げた。打ちました。ファール。次は5球目。打った。バックネットの前でボールをつかみました。ベイスターズ見事。東京ドームです。ベイスターズ先制のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー一塁三塁という場面で黒羽。通算500号本塁打まであと4本としています。この後に控えているのはオースティン。第3球はボール。次は4球目。投げた。これは上がりすぎたか。これは犠牲フライになるか。ライト前進。取りました。三塁ランナーのタッチアップはどうだ。ベイスターズ先手を取りました。1対0。リプレイで先制の場面をご覧いただいています。3回の表、これからベイスターズの攻撃に入ります。先頭バッターは黒羽。通算500号本塁打まであと4本としています。投げた。打ちました。三遊間へのゴロ。破ってった。黒羽いいバッティングを見せました。バッターは5番オースティン。黒羽スタート。これはストライク。これは悠々セーフ。盗塁成功です。黒羽で今シーズン30個目の盗塁。流し打ち。どうだ。ヒット。二塁ランナーそのままホームへ向かった。ベイスターズ1点入りました。5対0。オースティンタイムリーツーベースヒット。ベイスターズベイスターズリードで迎える4回です。ノーアウトランナー1塁という場面で黒羽。通算500号本塁打まであと4本としています。現在の打率は4割5分3厘。打ちました。三遊間の当たり。破った。中継。黒羽でナイスバッティング。ベイスターズ追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー一塁二塁という場面で黒羽。通算500号本塁打まであと4本としています。現在の打率は4割5分4厘。
投球は3球目、投げました、それ打った、ファウルボール。第4球を投げました、打った、当たり損ない、小原取った、一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。ベイスターベイスターズリードで迎える7回です。ノーアウトランナー1塁という場面で黒羽、通算500号本塁打まであと4本としています。外角高め、外れてボール。第3球を投げました、打ちました、ファール。第4球を投げました、打ちました、センター右へのフライですが取りました、中継、ランナー1塁に戻ります。これでワンアウト。ヘイナ降板、マウンド上ピッチャーは東の守護神森、今日7番手としてマウンドに上がります。やるよ、今日はどんな投球を見せてくれるのか。投げました、カットボールはボール。第2球投げた、打ちました、打ち返した打球はセンターへのフライ、センター飛びました。これでワンアウト、ランナーはありません。ベイスターズ大差で勝利しました。さて今日のヒーローは、横浜スタジアムです。ベイスターズ同点のチャンスです。ワンアウトランナー一塁二塁という場面で黒羽、通算500号本塁打まであと4本としています。ネクストバッターサークルにはオースティン、投げた、変化球ストライク、アウトローへ、バッター追い込まれました。第3球完全に外れた、ボール。投げた、アウトロー、ボール。さあ5球目、インコースのボール右へ、ペネカボールを取る、一塁アウト。ベイスターズなおもちゃん、ベイスターズリードで迎える3回です。バッター黒羽、通算500号本塁打まであと4本としています。最初のバッターボックスはファーストゴロに倒れています。第3球を投げた、打ちました、これはセカンド正面、一塁へ送る、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。山下5回の裏、これからベイスターズの攻撃に入ります。トップバッターは黒羽、通算500号本塁打まであと4本としています。今日はファーストゴロとセカンドゴロ。第3球を投げた、決まった、決めれば同点だ、いった、リプレイで同点の場面をご覧いただいています。7回の裏、ベイスターズラッキーセブンの攻撃、この回のトップバッターは黒羽、通算500号本塁打まであと3本としています。今日はホームランを打っています。第2球投げました、危ない球、投球は3球目、投げました、それ打ちました、山田掴んだ、一塁送球、飛び込んだ、間一髪セーフ。リプレイをご覧、バッターは5番オースティン、ゲッツーだけは避けたいところ、外れた、ボール。黒羽飛び出している、タッチアウト、刺されました。ベイスターズ、決めるよ、ツーアウトランナー二塁という場面で黒羽、
通算500号本塁打まであと3本としています。一打サヨナラのチャンス。第3球を投げました。打ったこれは強烈いった。サヨナラアーチ。入った入った。サヨナラサヨナラツーランホームラン。これで通算500号も視野に入ってきました。黒羽今日これが2本目のホームラン。甘い球を完璧に捉えました。サヨナラ勝ち。黒羽素晴らしい一発で見事先制。横浜スタジアムです。2回の裏、これからベイスターズの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは黒羽、通算500号本塁打まで2本としています。初球を打ちました。センターの右にボールが上がっている。掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。さあ追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー二塁という場面、黒羽通算500号本塁打まであと2本としています。第1打席はセンターフライに打った。ピッチャーは正面、アウト。スリーアウトチェンジ。ベイスターズリードで迎える5回です。ワンアウトランナー1塁という場面で黒羽通算500号本塁打まであと2本としています。今日はセンターフライとピッチャーゴロ。投球はこれから3球目。打った。ファーストの頭上、ヘネカ落下点に入った。取りました。これでツベイスターズリードで迎える6回です。バッターは黒羽通算500号本塁打まであと2本としています。今日はここまで3打数ノーヒット。投球これから2球目。ストライク。第3球を投げました。打った。ライトへの打球、ライト取りました。これでツーアウト、ランナーありません。ベイスターズリードで迎える8回です。ツーアウトランナーなしという場面で黒羽通算500号本塁打まであと2本としています。投げました。打ちました。山田ボールを掴んだ。一塁へ送る。一塁アウト。これはアウトです。スリーアウトチェンジ。ベイスターズ。横浜スタジアムです。2回の裏、これからベイスターズの攻撃に入ります。先頭バッターは黒羽通算500号本塁打まであと2本としています。見送ってストライク。第3球を投げた。ストライク。追い込んで第4球を見送ってボール。第5球投げた。ジャストミート。ピッチャー返し。美優君ライナー破った。黒羽根いいバッティングを見せました。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。第9黒羽根走った。投球ストライク。二塁線盗塁成功。ランナーが一つ先の塁に進んでいます。先ほどのプレーです。
1球目空振りからスラーバーボール外角高め第3球を投げた決まってストライクバッター追い込まれました。次が4球目投げた155キロ直球空振り三振バッターは6番佐野第1球初球フォークボール空振りタイミング合いません。第2球投げたボール第3球を投げました空振りバッター追い込まれました。第4球は二塁ランナー下ボールを三塁へ送ったタッチアウト盗塁失敗。ベイスターズ大展開で迎える4回です。ツーアウトランナー一塁という場面で黒羽通算500号本塁打まであと2本としています。スラーブ空振り第3球は打ちましたセンター方向へ持っていきましたが取ってアウトスリーアウトチェンジ一塁7回の裏ベイスターズラッキーセブンの攻撃に入ります。この回の得点決まった打ちました痛烈行った入ったホームランソロホームランこれで500号に王手となりましたレフトスタンドへ吸い込まれていった見事に初球を捉えました。さあリプレイです。ベイスターズ何としても得点を挙げたい9回です。ワンアウトランナーなしという場面で黒羽通算500号に王手をかけています。もう第3球を投げました直球ストライク追い込んでから第4球をこれはいい宇宙間一投待ち入ったホームランソロホームランこれでプロ入り通算500号本塁打となりました。黒羽これで2打席連続のホームランストレートを完璧に捉えました。ベイスターズ点差を縮めていきます。黒羽ここで記念の花束が贈られます。黒羽選手が記録を達成いたしましたおめでとうございます。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。ベイスターズ1点マツダズームズームスタジアム広島です。2回の表これからベイスターズの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは黒羽投げました危ない球第2球投げましたスライダーボール第3球を投げましたボール投げた黒羽選んでフォアボールストレートのフォアボール右のバッターボックスは5番オースティン現在の打率は3割6分1厘ストライクになるこれは楽々セーフ盗塁成功です。第2球投げた打った引っ張ったスタンドに入りましたファール第3球を投げたアウトロー際どい球ボール第4球を投げた
危ない球。第5球投げた、流し打ち、二塁ランナー三塁へ。ここは守備に阻まれました。ベイスターズ追う展開で迎える4回です。ワンアウトランナーなしという場面で黒羽、第1打席はフォアボール。第2球投げました、決まった、いった、一直線、入った入った、ホームラン、ソロホームラン、スタンドへ叩き込んだ、ストレートを狙い打ち、ね、先ほどのプレーです。ベイスターズ勝ち越しのチャンスを迎えました。ツーアウトランナー三塁という場面で黒羽、大きな声援が届いています。第2球投げました、危ない球。第3球を投げました、打ちました、右中間へのフライ、掴んでこれで3アウトになります。さあリプレイです。5回の表、同点で迎える7回です。ノーアウトランナー1塁という場面で黒羽、これだ、いった、一直線、入った入った、ホームラン、ツーランホームラン、黒羽今日これが2本目のホームラン、初球を完璧に捉えました。さあチームメイトからも祝福を受けます。勝ち越しの場面映像でご覧いただきましょう。ベイスターズリードで迎える8回です。ワンアウトランナーなしという場面で黒羽、現在の打率は、初球打った、セカンド左破った、黒羽ナイスバッティングです。バッターは5番オースティン、今日はここまで3打数1安打1三振2塁送球、タッチはアウト。ベイスターズ追加点のチャンスです。ツーアウトランナー3塁という場面で黒羽、今日は3安打猛打賞、投げました、決まった、ストライク、早くも追い込まれています。第3球を投げました、ボール高め、第4球を投げた、打った、抜けた、ベイスターズさらに1点追加、15対5。バッターは5番オースティン、今日はここまで3打数1安打1三振、これはストライク、これは悠々セーフ、盗塁成功です。セカンド牽制、2塁タッチはセーフ。第2球投げた、ストレートはボール。第3球を投げた、アウトコース低め、外れてボール。投げた、変化球はアウトローへ、ボール。第5球ランナースタートを切った、よく見た、フォアボール、盗塁成功。ベイスターズ大差で勝利しました。マツダズームズームスタジアム、2回の表、これからベイスターズの攻撃に入ります。この回のトップバッターは黒羽。第2球投げた、2球で空振り、投球は3球目、投げました、打ちました、センター方向に持っていきましたが掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。ベイスターズ追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー一塁二塁という場面で黒羽、第1打席はセンターフライに倒れています。
第2球決まってストライク、バッター追い込まれました。第3球を投げました、ボール。次が4球目、投げました、打った、これは強烈、打球はそのまま伸びていく、センター見上げた、ホームラン、スリーランホームラン、スタンドへ突き刺さった、ストレートを完璧に捉えました。ベイスターズリードで迎える4回です。ツーアウトランナー1塁という場面で黒羽、第2球アウトコース高め、ストライク、追い込んで第3球を見逃し三振、ここは3球三振に終わりました。4回ベイスターズリードで迎える7回です。バッターは黒羽、今日はスリーランホームランを打っています。第2球カーブはボール、第3球を投げました、ストライク、バッター追い込まれました。次は4球目、投げました、縦のスライダー、ボール、インコース低め、第5球投げた、バッタリチップ、アウト、振っていきましたがかすっただけ。ベイスターズ僕に任せて、ここは中盤守備を取りました、タッチセーフ、第9投げた、外角低めいっぱい、ストライク、第2球投げた、インハイギリギリいっぱい、ストライク、バッター追い込まれました、投げた、ボール。第4球は空振り三振、バットが空を切りました。ベイスターズマツダズームズーム、ツーアウトランナー一塁という場面で黒羽、投げた、危ない球、第2球投げました、打ちました、あっと抜けた、センターからサードへ、黒羽いいバッティングを見せる。ベイスターズ大展開で迎える4回です。バッター黒羽、アウトコース高め、外れてボール、第2球投げました、打った、小園取った、一塁送球、アウト、これでツーアウト、ランナーありません。ゲームはいよいよ終盤戦に突入します。この回の先頭バッターは黒羽、投げました、あっとこれは上がりすぎたようです、右中間へのフライですが取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。トコダ、いよいよ最終回を迎えました。トップバッターは黒羽、ベイスターズここはなんとか塁に出たいところ。第2球アウトロー、空振り、タイミング合いません。第3球を投げました、スプリットはボール。第4球を投げました、打ちました、あっと引っ掛けた、一塁送球、ヘッドスライディング、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。ベイスターズ2点。
横浜スタジアムです。横浜 DeNA ベイスターズ対さあ先制のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー一塁二塁という場面で黒羽根初球あっとインフィールドフライセカンドを落下点掴みました。これで2アウト。ベイスターズ大展開で迎える3回です。ノーアウトランナー一塁という場面で黒羽根第1打席はセカンドフライに倒れています。空振り投げた打ちました痛烈入れば逆転だ伸びた伸びていったレフト見送ったホームラン逆転ツーランホームランレフトスタンドに叩き込んだストレートを狙い打ち素晴らしい一発にチームメイトも祝福。逆転の場面映像でご覧いただきましょう。ベイスターズリードで迎える4回です。ツーアウトランナー1塁という場面で黒羽根今日2打点を挙げています。第2球投げた見送ってストライク追い込んでから投げた打ちましたファールボール第4球を投げたインコース低め空振り三振ボール球に手が出てしまいました。ベイスターズリードで迎える6回です。ツーアウトランナー一塁という場面で黒羽根今日はツーランホームランを打っています。投げた外角低めストレートは外れてボール第3球を投げました打った右中間へ持っていきましたが取ってこれで3アウトチェンジ。10番試合終了ベイスターズセリーグの覇者となりました。歓喜の瞬間です。横浜スタジアムです。ツーアウトランナー一塁という場面で黒羽根やるよ第9球ストライク第2球投げました直球決まってストライクバッター追い込まれました。第3球を投げました打ちましたファール。さあ4球目インコースいっぱい見逃し三振ギリギリのところに決まった。0対0で迎える3回です。ツーアウトランナー1塁という場面で黒羽根ボール投げました打った川添ボールを取る1塁送球アウト3アウトチェンジ。0対0で迎える5回です。ワンアウトランナー一塁という場面で黒羽根打ちました初球打ちピッチャーの頭上をフラフラッと上がっているマウンド前方を掴みました。これで2アウト。ベイスターズ本展開で迎える7回です。バッターは黒羽根今日はここまで3打数ノーヒット1三振。第2球投げましたボール同期は3球目投げた引っ張ったスタンドに入りましたファール。次が4球目投げた打ちましたファールボール。
第5球投げた、打ちました、これはいい当たり、入れば同点だ、さらに伸びていく、入った入った、ホームラン、同点ホームラン、2者連続のホームラン、4番の一振りで同点、チームメイトが迎えます。さあ先ほどの同点の場面です。同点で迎える9回です。ノーアウトランナー1塁という場面で黒羽、ストライク、胸元厳しいところでした。投球これから2球目、投球ボール、キャッチャー2塁へ送球、盗塁成功、神里今シーズン3個目の盗塁を決めています。第3球を投げた、外角高め空振り、バッター追い込まれました。第4球は危ない球、第5球投げた、完全に外れた、ボール。第6球を投げました、打ちました、ファール。投球これから7球目、縦のスライダー、空振り三振。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。同点で迎える11回です。ワンアウトランナー1塁という場面、黒羽、1塁タッチセーフ。第1球投げました、見送ってストライク。第2球打った、抜けた、中継、黒羽でナイスバッティングです。ベイスターズサヨナラのチャンスを迎えます。サヨナラ勝ち、ベイスターズ。横浜スタジアムです。さあ追加点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー2塁という場面、黒羽、現在の打率は4割4分8厘。第2球決まった、打った、強烈、いった、一直線伸びる、障害への特大ホームラン、ツーランホームラン、快音を残した打球は場外へ、ストレートを完璧に捉えました。スタンドからの祈りが活力となりました。今チームメイトが迎えます。リプレイをご覧ください。3回の裏、これからベイスターズの攻撃に入ります。先頭バッターは黒羽、投げました、ボール、まずはインロー。第2球投げました、それ、打ちました、レフト前進、日野取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。6回の裏、これからベイスターズの攻撃に入ります。トップバッターは黒羽、現在のシーズン勝ちました、痛烈、左中間を受けそう、伸びた、伸びていった、場外ホームラン、ソロホームラン、黒羽、今日超えた2本目のホームラン、やったね、初球をうまく捉えました、ファン待望のアーチ。先ほどのプレーです。白戸降板、マウンド、ベイスターズリードで迎える8回です。ノーアウトランナー1塁という場面で黒羽、今日3打点を挙げています。タッチはセーフ。第1球投げました、ただのカーブ、ボール。第2球投げた、インコース引っ張った、投球は3球目、1塁ランナー出た、2塁送球はどうだ、盗塁成功、森今シーズン初盗塁を決めました。投げた、打ちました、これはキャッチャー間に合いません、ファールボール。インコース詰まらせた、フラフラっと上がった打球はキャッチャーフライ、キャッチャー掴みました。
これでワンアウト。ベイスターズ見事。横浜スタジアムです。横浜ベイスターズ先制のチャンスです。ツーアウトランナー三塁という場面で黒羽、大きな声援が届いています。初球ストライクから第2球見送ってボール。投球は3球目、投げた、打ちました、ファールボール。第4球を投げた、外れた、ボール。第5球投げた、打った、ファール。第6球を投げました、アウト。黒羽でランナー返せません。0対0で迎える3回です。ツーアウトランナー1塁という場面で黒羽で、第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。投げました、ボール、アウトコース低め。第3球を投げました、3球目ストライク。第4球を投げました、打ちました、ピッチャー返し、抜けた、センターからサードへ。黒羽でいいバッティング。ベイスターズ追加点のチャンスです。ツーアウトランナー三塁という場面で黒羽、見送ってストライク。まずは見送りました。第2球投げました、高速スライダー見送ってストライク。第3球を投げた、打ちました、輪が掴んだ、ピッチャーから一塁送球、アウト。スリーアウトチェンジ。ベイスターズ三塁残、ベイスターズリードで迎える8回です。ワンアウトランナー一塁という場面で黒羽、もう一回一塁へ牽制球。第1球投げた、初球を打ちました、行ったか、どうだ、入るか、センターバック、センター掴みました、ランナー一塁に戻ります。これでツーアウト。ベイスターズ見事。横浜スタジアムです。ワンアウトランナー一塁という場面、黒羽投げた、アウトロー際どい球、ボール。第2球投げた、打った、高橋ボールを掴んだ、セカンドフォースアウト、アウト、ゲッツー、スリーアウトチェンジ。では改めてベイスターリードで迎える3回です。ツーアウトランナー一塁という場面で黒羽、第2球投げた、打ちました、高橋取った、セカンドから一塁送球、セーフ、セーフ、リプレイ。ベイスターズリードで迎える5回です。ツーアウトランナー一塁という場面で黒羽、第2球投げました、打ちました、取りました、これで3アウト。ベイスターズリードで迎える8回です。今日は安打を放っています。黒羽ボール、第2球投げました、ストライク。
投球はこれから3球目。会心の当たり抜けた。黒までナイスバッティングです。先ほどのプレーです。バッターは5番オースティン。今日はここまで3打数1安打。ファーストから2塁送球、タッチアウト、牽制決まりました。8回の裏が終わりまして1対0、ベイスターズリードはわずかに。今永見事だ。横浜スタジアムです。ツーアウトランナー一塁という場面で黒羽、現在の打率は4割4分7厘。投げました、見送ってストライク。第3球を投げました、打ちました、ピッチャー返し、強打、ボールを取る、ボールはファーストへ、アウト、スリーアウトチェンジ。4回の裏、これからベイスターズの攻撃に入ります。この回のトップバッターは黒羽。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。投げました、危ない球。投球は3球目、投げた、打った、これはいい当たりだ、入れば先制だ、打球はそのまま伸びていく、レフトセンター見送った、ホームラン、先制ホームラン、左中間スタンドへ突き刺さった。狙っていたでしょうか、完璧に捉えました。チームメートが迎えます。こちらが先ほどの先制のシーンです。ベイスターズ大展開で迎える6回です。ノーアウトランナー一塁という場面で黒羽、現在の打率は4割4分7厘。投げた、決まった、入れば同点だ、左中間大きいぞ、さらに伸びる、伸びていって場外への特大ホームラン、渾身のストレートを完璧に捉えました。素晴らしい一発をベンチも祝福。今の同点のシーン、リプレイでご覧ください。藤島降板、ベイスターズ追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー二塁という場面で黒羽、今日3打点を挙げています。投げた、ストライク。投球はこれから3球目。それ打った、センターフライ、飛距離は出ていません、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。7回ベイスターズ1点差で逃げ切り。明治神宮、ツーアウトランナー一塁という場面で黒羽、現在の打率は4割4分7厘。初球を打った、掴んで、これで3アウトになります。ベイスターズファーストランナー残塁、ベイスターズスコアボードに0。0対0で迎える3回です。バッターは黒羽、第一打席はキャッチャーフライに倒れています。さあ次の投球、ボール、第3球、これだ、いった、
今の先制の場面リプレイでご覧ください。山下降板。ゲームは後半に入ります。この回の先頭バッターは黒羽。第9球外角高め外れてボール。投げた2球で空振り。第3球を投げた。ストレートはボール。第4球を投げました。見送ってボール。第5球投げました。インコース引っ張った。第6球を投げました。打った。ファールボール。投げました。打ちました。ピッチャーに多く球数を投げさせています。投球8球目投げました。打った。強い当たり入れば勝ち越しだ。伸びた。伸びていった。取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。田口。8回の表、これからベイスターズの攻撃に入ります。この回のトップバッターは黒羽。カットボール決まってストライク。投球これから2球目。インハイ際どい球ボール。投げた。かすっただけになりました。第4球を投げた。内角低めいっぱい。見逃し三振。ベイスターズ2点差に届かず敗れました。明治神宮や僕に任せて。先制のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー一塁二塁という場面で黒羽初球。あっとこれはインフィールドフライ。掴みました。これでツーアウト。さあ追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー一塁二塁という場面。決まった。いった。一直線。入った入った。ホームラン。スリーランホームラン。さあリプレイです。ベイスターズリードで迎える4回です。ワンアウトランナー一塁という場面で黒羽。今日3打点を挙げています。第2球投げた。完全に外れた。ボール。第3球を投げた。打ちました。噛みました。これでツーアウト。ベイスターズ追加点のチャンスです。ツーアウトランナー一塁二塁という場面で黒羽。今日はスリーランホームランを打っています。さあ次の投球ボール。投球は3球目投げた。ボール。さあ4球目。4球目ストライク。追い込んで投げました。アウト。黒羽でランナー返せません。ベイスターズリードで迎える8回です。今日3打点黒羽。投げました。打った。流し打ち。1・2塁間の打球。黒羽でいいバッティングを見せました。バッターは5番オースティン。ボール。第2球投げました。直球空振り。第3球をランナー走った。投球ストライク。これは楽々セーフ。盗塁成功です。さあ4球目。打ったいい当たりだ。ライト前クリーンヒット。黒羽で3塁決定ホームイン。ベイスターズ1点入りました。9対2。ベイスターズ圧勝です。さて本日のヒーローは宮崎。本当に今日は大活躍でした。
横浜スタジアムです。横浜2回の裏、これからベイスターズの攻撃に入ります。先頭バッターは黒羽、投げました、打ちました、初球打ち、1・2塁間への当たり、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。ベイスターズ追う展開で迎える4回です。バッター黒羽、最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。さあ次の投球、投げました、変化球ストライク、インローへ。第3球を投げた、ボール。第4球を投げた、ボール。投げた、これは上がりすぎたか。菊池余裕があります。取ってこれで3アウト、チェンジ。ベイスターズ、ベイスターズ追う展開で迎える7回です。バッターは黒羽、今日はセカンドゴロとセカンドフライ。1球目ストライクから投げた、内角、カットボール外れてボール。投げた、完全に外れた、ボール。第4球を投げました、ボール。次は5球目、投げました、アウトコース低めいっぱい、ストライク。投げました、打ちました、ファール。第7球を投げました、変化球、空振り三振、低めの変。ベイスターズ何としても得点を挙げたい9回です。ツーアウトランナー1塁という場面で黒羽、投球これから2球目、バットの先、入るか入るか、ダイレクトフェンスに当たった、中継。黒羽ツーベースヒットを放ちました。今日初めてのヒット、森下見事な。横浜スタジアムです。2回の裏、これからベイスターズの攻撃に入ります。トップバッターは黒羽、現在の打率は4、打ったセカンドゴロ正面、一塁へ送る、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。ベイスターズ追加点のチャンスを迎えました。ワンアウト満塁という場面で黒羽、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第2球投げました、打ちました、センター前に出る、取りました、飛ばタッチアップ、ホームイン。ベイスターズリードを2点に広げます。2対0。では改めてリプレイを、ベイスターズリードで迎える5回です。ツーアウトランナー1塁という場面で黒羽、今日はセカンドゴロとセンターへの犠牲フライ。投げた、マシンで捉えた、抜けた、中継。黒羽でナイスバッティングです。初安打。リプレイをご覧ください。ベイスターズ追う展開で迎える8回です。ノーアウトランナー1塁という場面で黒羽、現在の打率は4割4分4厘。第2球投げた、ストレートはボール。一塁へ一つ牽制球を送りました。第3球を投げた、外れた、ボール。投
投げた打ったことが強烈入れば逆転だいった一直線場外ホームラン逆転ツーランホームラン打った瞬間ホームランではなく超特大アーチストレートを狙い打ちスタンドからの声援が力に変わったホームランですリプレイで逆転の場面をご覧いただいていますお待たせいたしました阪神甲子園球場ですさあ先制のチャンスを迎えましたツーアウトランナー二塁という場面で黒羽ひときわ大きな声援が聞こえます第2球投げたストライク第3球を投げました打った痛烈な当たりレフト交代ワンバウンドヒットになった中継ベイスターズ初回先制1対0黒羽でタイムリーツーベースベイスターズなおもチャンスが続いていますの右のバッターボックスは5番オースティン第9球ランナースタート外れたキャッチャー三塁へ判定はアウト刺されましたうーん盗塁は失敗に終わっています先ほどのプレー1決めるよ。チャンスを迎えました。ノーアウトランナー一塁二塁という場面。黒羽。第2球投げました。低め。スラーブ外れてボール。投球はこれから3球目。ストレート決まってストライク。投球これから4球目。打った。サードゴロゲッツーになるか。サードフォースアウト。セーフ。ゲッツーは免れました。ベイスターズ追加点のチャンスです。ツーアウトランナー一塁三塁という場面で黒羽第2球投げました危ない球第3球はボール第4球は4球目ストライク第5球投げました打ったピッチャー左横のフライになりました高橋落下点に入った取りましたこれで3アウト4回ベイスターズリードで迎える7回です今日ツーベースを打っている黒羽投げました危ない球投げたボール外角低め投球は3球目投げた打ちました内野ゴロ川添掴んだ一塁送球アウトこれでワンアウトランナーはありませんベイスターズが勝ちのチャンスを迎えましたツーアウトランナー一塁三塁という場面で黒羽今日はここまで4打数1安打第2球見送ってボール
第3球を投げた。打ちました。レフト左へのフライですが取ってアウト。スリーアウトチェンジ。8回の表が終わって6対1ベイスターズ。阪神甲子園球場です。阪神タイガース対横浜 DeNA ベイスターズ23回戦の模様をお送りしてまいります。ツーアウトランナー一塁という場面で黒羽投げた。初球を打ちました。打ち返した打球はセンターへのフライ。掴んでこれで3アウトになります。ベイスターズ大展開で迎える3回です。バッターは黒羽。第1打席はセンターフライに倒れています。第2球投げた。ボール。第3球を投げました。決まってストライク。投球これから4球目。決まった。強烈。いったー。一直線。入った入った。ホームラン。そのホームラン。ホームラン。フォークを完璧に捉えました。ベイスターズこの一発で勢いを増していきます。さあチームメイトからも祝福を受けます。さあリプレイです。同点で迎える5回です。先ほどホームランを放った黒羽投げました。ボール。まずは外角高め。第2球投げました。ストレートはボール。内角低め。ボキは3球目投げました。打った。これは強烈。入れば勝ち越した。さらに伸びていく。黒羽で2塁を狙う。黒羽でいいバッティングを見せました。ベイスターズ勝ち越しのチャンスを迎えます。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。さあ勝ち越しのチャンスにバッターオースティン。今日は三振とショートフライ。投球ボール。三塁送球。これは悠々セーフ。盗塁成功です。リプレイをご覧ください。ベイスターズ追加点のチャンスを迎えました。ツーアウト満塁という場面で黒羽投げました。内角低め。外れてボール。第2球投げた。低め際どいボール。投げた。打ちました。ショート正面。アウト。スリーアウトチェンジ。6回の表。キリシキ降板。マウンド上ピッチャーはさあいよいよ9回に入ります。先頭バッターが黒羽。ベイスターズここは何が何でも出塁したいところ。さあ次の投球投げた。これはいった。一直線。入った入った。ホームラン。ソロホームラン。黒羽今日これが2本目のホームラン。渾身のストレートを完璧に捉えました。素晴らしい一発にチーム目。リプレイで勝ち越しのシーンをご覧いただいています。ベイスターズ1点差。
バンテリンドーム名古屋です。2回の表、これからベイスターズの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは黒羽、現在の打率は4割4分5厘。第2球投げた、直球見送ってストライク。早くも追い込まれています。追い込んでから投げた、一つ外してボール。次が4球目、投げました、決まった、いった、一直線、入った、入った、ホームラン、先制ホームラン、スタンドへ突き刺さった、どう逃しませんでした。4番の一振りで先制。では先制の場面、映像でご覧いただきましょう。さあ勝ち越しのチャンスを迎えました。ツーアウトランナー二塁という場面で黒羽、大きな声援が届いています。第2球投げました、決まった、ストライク。第3球を投げました、打ちました、いい当たり、センターへ持っていった、センター下がった、これはヒットになります。ベイスターズ勝ち越し、2対1、黒羽タイムリーツーベースヒット、ベイスターズなおもチャンスが続きます。さあ先ほどのバッターは5番オースティン、現在の打率は3割4分9厘。今日2度目のバッターボックス。第2球投げました、打ったいい当たりだ、センターへの打球、センター前クリーンヒット、その間に2塁ランナーはホームへ向かう、ベイスターズさらに1点追加、3対1。先ほどのプレーです。追加点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー二塁という場面で黒羽、通算1500本安打まであと9本としています。今日2打点を挙げています。打った、二塁ランナー三塁へ向かう、抜けた、センターバックホーム、黒羽いいバッティングを見せました。ベイスターズなおもチャンスが続いています。タッチアウト、刺されました。ゲームはこれから終盤に入ります。トップバッターは黒羽、スリーベースヒットが出ればサイクルヒット達成となります。打ちました、痛烈、打球はそのまま伸びていく、センター見送った、ホームラン、ソロホームラン、黒羽今日これが2本目のホームラン。さあリプレイです。ベイスターズ追加点で迎える8回です。ワンアウトランナー1塁という場面で黒羽、スリーベースヒットが出ればサイクルヒット達成となります。初球を打った、1、2塁間の当たり、2塁フォースアウト、セーフ、ダブルプレーは逃れました。これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。アウトロー、スプリット外れてボール。第2球投げました、決まった、ストライク、伸びのあるストレート。5球は3球目、ランナースタートを切った、ボールを2塁へ送った、これは楽々セーフ、盗塁成功です。では改めてドラゴンズ外野は浅めの守備を取ります。次が5球目、投げた、変化球ストライク、アウトコースへ。さあ6球目、際どい球選んでフォアボール。ベイスターズ大、さあここが第9投げた、ストライク、いきなり160キロ。第2球投げた、決まってストライク、バッター追い込まれました。第3球を投げた、1球外した、ボール。次が4球目、投げた、ボール。さあ5球は5球目、見逃し三振。リプレイをご覧ください。チャンスをものに、ベイスターズ1点。バンテリンドーム名古屋です。ベイスターズ先制のチャンスです。ワンアウトランナー一塁という場面で黒羽、通
通算1500本安打まであと7本としています。ネクストバッターサークルにはオースティン。投げました、それ打ちました、ファールボール。第3球はボール。さあ4球目、外れた、ボール。投げました、外角低めいっぱい、ストライク。第6球を投げました、打ちました、ファール。第7球を投げました、打った、一、二塁間のゴロ、破った、ライトバックホーム、黒羽根ナイスバッティングです。ベイスターズリードで迎える3回です。ノーアウトランナー1塁という場面で黒羽根、第2球投げました、ストレートはボール。一塁牽制球を送ります、タッチセーフ。第3球を投げた、打ちました、ファールボール。さあ4球目、渾身のストレート、空振り、伸びのあるストレート。さあ5球目、危ない球、投げた、打ちました、フラフラッと上がった、藤島余裕があります、掴みました。これでは同点で迎える4回です。ツーアウトランナー1塁という場面で黒羽根、通算1500本安打まであと6本としています。投げた、外角、ボール。第3球を投げた、ボール。第4球を投げた、打って出る、ショートバウンド、ボールを掴んだ。ここはうまい守備に阻まれました。スリーアウトチェンジ。橋本、試合は終盤7回に入ります。この回のトップバッターは黒羽根。これだ、いった、一直線、入った、入った、ホームラン、ソロホームラン、スタンドへ叩き込んだ、ストレートを完璧に捉えました。先ほどのプレーです。さあいよいよ最終回、この回の先頭バッターは黒羽根。通算1500本安打まであと5本としています。今日はホームランを打っています。第2球、インコース、直球は外れてボール。第3球を投げました、見送ってボール。第4球を投げました、ジャストミート、抜けた、黒羽根、いいバッティングを見せました。バッターは5番オースティン、今日4打点を挙げています。タッチアウト、牽制決まりました。ワンアウトランナーなくなりました。ベイスターズ2点。横浜スタジアムです。ベイスターズ先制のチャンスを迎えました。僕に任せて。ランナー一塁二塁という場面で黒羽根。ネクストバッターサークルに控えているのはオースティン。投げました、空振り。第3球を投げました、打ちました、これはいい当たり、入れば先制だ、伸びた、伸びていった、宮崎一気にホームへ。ベイスターズまずは1点先制。リプレイで先制の場面をご覧いただいています。ベイスターズリードで迎える2回です。ツーアウトランナー1塁という場面で黒羽根、通算1500本安打まであと3本としています。現在の打率は4割5分。投げました、それ
打った、これはいい当たりだ。さらに伸びていく、レフトバックしていった。黒羽根ナイスバッティングです。黒羽根1500本安打達成まであと2本となりました。二塁はセーフ、ランナーが二塁。ベイスターズ追加点のチャンスです。ワンアウトランナー二塁という場面で黒羽根ボール。第2球投げた、打った、引っ張った、スタンドに入りました。ファール。5球は3球目投げた、危ない球。第4球はボール。次は5球目投げた、外角高め外れてフォアボール。ベイスターズリードで迎える6回です。今日2本のヒットを放っている黒羽根、通算1戦初球から打ってった、センター前ヒット、クリーンヒットです。アット悪送球、黒羽根いいバッティングを見せました。黒羽根1500本安打達成まであと1本となりました。一塁ランナー飛び出している、黒羽根挟まれた、タッチアウト、刺されました。中盤ベイスターズリードで迎える8回です。ノーアウトランナー1塁という場面で黒羽根、あとヒット1本で1500本安打達成となります。ここまで3安打。5球は3球目投げた、打ちました、ショートゴロ、ゲッツーになるか、二塁へトス、セカンドフォースアウト、アウト、ダブルプレイ、ベイスターズ。横浜スタジアム。さあ先制のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー2塁という場面で黒羽根、1500本安打に王手をかけています。第2球投げた、打った、抜けた、センターバックホーム、黒羽根ナイスバッティングです。黒羽根節目の1500本安打達成となりました。黒羽根見事な記録を打ち立てました。右のバッターボクサー5番オースティン。第1球ボール。さあ次の投球、ランナー走った、ストライクになった、キャッチャーセーフ、二塁はセーフ。ベイスターズ決めるよチャンスです。ワンアウトランナー二塁という場面で黒羽根、この後に控えているのはオースティン、初球ストライクから第2球打ちました、ファール。第3球を投げました、1球外してボール。第4球を投げました、打ちました、アルボール。第5球投げました、流し打ち、どうだ、ヒット、ボールが転がる、中継、ベイスターズ1点先制、1対0、黒羽根タイムリーツーベース、今日これで2打数の2安打。ワンアウトランナー二塁という場面でオースティン、今日の第一打席はスイングアウト、これはストライク、キャッチャーさん盗塁成功。黒羽根今シーズン40個目の盗塁を決めています。大勢6回の裏、これからベイスターズの攻撃に入ります。先頭バッターは黒羽根、
外れた、ボール。第2球投げました、見送ってストライク。投げました、ボール。第4球を投げた、決まった、いった、一直線、入った入った、ホームラン、ソロホームラン、右中間スタンドに突き刺さった、ストレートを狙い打ち。今チームメイトが迎えます。さあリプレイです。ベイスターズリードで迎える8回です。今日3打数3安打、黒羽スリーベースヒットが出ればサイクルヒット達成となります。投げた、真ん中ストライク。第3球打ちました、痛烈、いった、一直線、場外への特大ホームラン、ソロホームラン、黒羽連れてきた関根さんのホームラン、ストレートを完璧に捉えました。チームメイトが迎えます。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。ベイスターズ見事勝利です。さあ本日横浜スタジアムです。ベイスターズ同点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー二塁という場面で黒羽、ひときわ大きな声援が聞こえます。投げた、決まった、ストライク。投げた、3球目ストライク。第4球を投げた、ボール。第5球投げました、打った、強い当たり、入れば逆転だ、打球はそのまま伸びていく、レフトセンター見送った、ホームラン、逆転、ツーランホームラン、やったね、左中間スタンドに叩き込んだ、ストレートを狙い打ち、素晴らしい一発をベンチも祝福。こちらが先ほど逆転のシーンです。ベイスターズリードで迎える3回です。先ほどツーランホームランを放っている黒羽、シーズン最多安打まであと9本としています。第2球投げました、この球、投球はこれから3球目、3球目ストライク。第4球はストライク、投球これから5球目、決まった、右中間、いった、間違いなくいった、場外ホームラン、ソロホームラン、2打席連発、ストレートを完璧に捉えました。
プレーをご覧ください。小笠原ベイスターズ追加点のチャンスを迎えました。決めるよ。ワンアウトランナー一塁二塁という場面で黒羽今日3打点を挙げています。第2球投げました。ストライク。第3球を投げました。打った。これは強烈。伸びた。伸びていった。中継。ベイスターズ1点入りました。黒羽でタイムリーツーベースヒット。ベイスターズナウ。ベイスターズリードで迎える7回です。今日2本のホームランを放っている黒羽。それ打ちました。初球打ちライトへのフライダー取りました。これで2アウトランナーありません。ベイスターズ完勝です。横浜スタジアムです。横浜 DeNA ベイスターズ対中日ドラゴンズ。ベイスターズ先制のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー一塁二塁という場面で黒羽シーズン3。これだ。いったー。一直線。入った入った。ホームラン。先制。スリーランホームラン。右中間スタンドに叩き込んだ。見事に初球を捉えました。4番の一振りで先制。こちらが先ほどの先制のシーンです。ベイスターズリードで迎える3回です。先ほどスリーランホームランを放っている黒羽。ボール。投球これから2球目。低めボール球打った。ファール。第3球を投げました。ストライク。これはかすった形になりました。次は4球目。投げた。打った。1、2塁歓迎。長田ボールを掴んだ。高橋取ってアウト。ベイスターズリードで迎える4回です。ツーアウトランナー1塁という場面で黒羽シーズン最多安打まであと6本としています。今日3打点を挙げています。第3球を投げた。決まった。いった。一直線。入った入った。ホームラン。ツーランホームラン。黒羽今日これが2本目のホームラン。狙っていたでしょうか。完璧に捉えました。先ほどのプレーです。リードで迎える6回です。今日2本のホームランを放っている黒羽シーズン最多安打まであと1本としています。第2球投げた。ストライク。インコース厳しい球。バッター追い込まれました。投げた。打った。これは強烈。いった。一直線。入った入った。ホームラン。ソロホームラン。黒羽これで2打席連続のホームラン。ストレートを狙い打ち。チームメイトからも祝福を受けます。さあリプレイです。
スターズ。リードで迎える8回です。今日2打席連続でホームランを放っている黒羽、現在決まった打ちました、痛烈、さらに伸びていく、入った、ソロホームラン、黒羽単独で3打席連続ホームラン、初球を完璧に捉えました。スタンドからの祈りが活力となりました。素晴らしい。ベイスターズ大差で勝利しました。さあ本日のヒーローは2名、まもなくインタビューが始まります。東京ドームです。読売ジャイアンツ対横浜 DeNA ベイスターズ、24回戦の模様をお送りしてまいります。ジャイアンツの先発は右の石川、対するベイスターズの先発は右の京山、以上の両先発。さあ間もなく試合開始となります。さあ先制のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー三塁という場面で黒羽、シーズン最多安打まであと3本としています。第2球投げた、危ない球、第3球を投げました、ボール、第4球は打ちました、センターへの浅いフライになった、取ってこれで3アウトチェンジ。では改めて同点回で迎える4回です。バッター黒羽、シーズン最多安打まであと3本としています。第1打席はセンターフライに倒れています。打ちました、ファールボール、第3球を投げました、打ちました、1・2塁間への当たり、バータス取った、石川取ってアウト。ベイスターズ同点回で迎える6回です。ツーアウトランナー1塁という場面で黒羽、シーズン最多安打まであと3本としています。今日はセンターフライとセカンドゴロ。投球はこれから3球目、見送ってボール、第4球を投げました、打った、センターフライだ、浅い当たり、取りました、これで3アウト。このチャンスは僕に任せて。第9投げました、打ちました、痛烈、いった、一直線、入った、入った、ホームラン、スリーランホームラン、左中間スタンドへ突き刺さった、ストレートを完璧に捉えました、意地の一発、完封を阻止しました。ベイスターズ見事チャンス、ベイスターズ敗れました。
東京ドームです。2回の表、これからベイスターズの攻撃に入ります。この回のトップバッターは黒羽、はい、低めストライク。第2球投げました、決まってストライク。バッター追い込まれました。第3球完全に外れた、ボール。第4球を投げた、アウトコース低め、ボール。第5球投げた、決まった、いった、入った、入った、ホームラン、先制ホームラン、レフトスタンドへ吸い込まれていった、ストレートを狙い打ち、4番の一振りで先制。チームメイトが迎えます。今の先制の場面、リプレイでご覧ください。さあ、追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー2塁という場面で黒羽、シーズン最多本塁打記録まであと9本としています。投げた、危ない球、投げた、低め決まってストライク。第4球はこの前通過。第5球投げた、打った、打球はセカンドの左、一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。ベイスターズリードで迎える5回です。ノーアウトランナー1塁という場面で黒羽、シーズン最多本塁打記録まであと9本としています。投げました、打ちました、あっと取れない、黒羽でいいバッティングを見せました。ベイスターズ追加点のチャンスです。ワンアウトランナー1塁2塁という場面で黒羽、シーズン最多本塁打記録まであと9本としています。打ちました、三遊間抜けた、レフトバックホーム、黒羽でナイスバッティングです。ベイスターズリードで迎える8回です。ノーアウトランナー1塁という場面で黒羽、シーズン最多本塁打記録まであと9本としています。今日はホームランを打っています。打った、第3球を投げました、一つ外した、ボール。投げました、打ちました、小原交代、ピニー飛び出している、小原掴みました、これでワンアウト。ベイスターズ圧勝です。横浜スタジアムです。さあ、同点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー2塁という場面で黒羽、シーズン最多本塁打記録まであと9本としています。ひときわ大きな声援が聞こえます。第3球は打ちました、これはいい当たり、センター前、クリーンヒット、センターバックホーム、黒羽いいバッティングを見せました。ベイスターズなおもチャンスが続いています。
まずは一塁牽制、タッチはアウト、これで3アウト。ベイスターズ、ベイスターズ勝ちに任せて。ツーアウトランナー一塁二塁という場面で黒羽、シーズン最多本塁打記録まであと9本としています。大きな声援が届いています。第3球を投げました、インサイド直球はボール。第4球を投げました、ボール。さあ5球目、アウトコース低めストライク。第6球はランナー自動的にスタート、打ちました、セカンド真正面、アウト、スリーアウトチェンジ。リプレイをご覧。ベイスターズ本展開で迎える5回です。ワンアウトランナー一塁という場面で初球を打ちました、打球は三遊間へ、二塁フォースアウト、セーフ、ゲッツーは免れました。右バッターボックスはオースティン、今日はライトフライとショートゴロ。二塁送球、ショートから一塁送球、ファーストから二塁送球、タッチアウト、スリーアウトチェンジ。前半のコムカイ、8回の裏、これからベイスターズの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは黒羽、シーズン最多本塁打記録まであと9本としています。第2球投げた、これだ、いった、一直線、入った、入った、ホームラン、ソロホームラン。先ほどベイスターズ横浜スタジアムです。ワンアウトランナー一塁という場面で黒羽、僕頑張るから。第9球投げた、インコース低めいっぱい、ストライク。第2球速球ストライク、アウトローへ、バッター追い込まれました。バッターの足元。第4球はボール。第5球投げた、打ちました、バックネットの前でボールをつかみました。4回の裏、これからベイスターズの攻撃に入ります。この回のトップバッターは黒羽、シーズン最多本塁打記録まであと8本としています。第1打席はファールフライに倒れています。投げた、ストレートはストライク。第3球を投げた、打ちました、元山ボールを取る、一塁へ送る、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。杉山、6回の裏、これからベイスターズの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは黒羽、今日はファールフライとショートゴロ。第2球投げました、外れた、ボール。第3球を投げました、見送ってストライク。投げました、打った、ファール、追い込んで投げました、それ、打ちました、フラフラッと上がった、セカンドが落下点に入りました、取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。ベイスターズリードで迎える8回です。ツーアウトランナーなしという場面で黒羽、シーズン最多初球を打った、レフト前に出る、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。今永見事、
マツダズームズームスタジアム広島。ツーアウトランナー一塁という場面で黒羽第1球投げました。ストレートはボール。投げた、打った、これはいい当たりだ、入れば先制だ。打球はそのまま伸びていく。中継、三塁送球、ベイスターズまずは初回先制。黒羽でタイムリーツーベース。さあこれでツーアウトランナー二塁。出ません。バッターは5番オースティン。現在の打率は3割5分4厘。投げた、初球決まってストライク。第2球ランナースタート、外れた、ボールを三塁横、これはタッチアウト、盗塁失敗。盗塁。ゲームは中盤4回に入ります。この回のトップバッターは黒羽。シーズン最多本塁打記録まであと8。おつけて打った、打球はライトへヒット。ボールが点々と転がっている。バッターランナーは一塁蹴って二塁へ。黒羽でツーベース。今日これで2打数の2安打。では改めてリプレイをご覧いただき、先ほどホームランを放ったオースティン、二塁ランナースタート、投球ストライク、これは悠々セーフ、盗塁成功です。ベイスターズリードで迎える6回です。ワンアウトランナーなしという場面で黒羽。第2球打った、センターへ上がった、センター交代、ヒットになります。中継、打ったバッター一塁二塁回って三塁へ。黒羽でスリーベース。先ほどのプレーです。さあダメ押しのチャンスを迎えました。ノーアウトランナー一塁二塁という場面で黒羽。シーズン最多本塁打記録まであと8本としています。今日は3安打猛打賞。決まった、いった、一直線、入った、入った、ホームラン、スリーランホームラン、スタンドへ突き刺さった、スプリットを完璧に捉えました。さあリプレイです。ベイスターズリードで迎える9回です。ツーアウトランナー一塁という場面で黒羽。シングルヒットが出ればサイクルヒット達成となります。ボール。第3球を投げた、打ちました。第4球を投げた、流し打ち、掴んで、これで3アウトになります。9回のベイスターズ快勝しました。さて、マツダズームズーム。ツーアウトランナー一塁という場面で黒羽。シーズン最多本塁打記録まであと7本としています。現在の打率は4割5分9厘。投げた、打った、これは内野へのフライだ。山口、落下点に入った、取って、これで3アウトチェンジ。ベイスターズ先制のチャンスです。ノーアウトランナー一塁二塁という場面で黒羽。ひときわ大きな声援が聞こえます。第2球投げました、打った、これは強烈、いった、一直線、入った、入った、ホームラン、先制、スリーランホームラン、右中間スタンドに突き刺さった、渾身のストレートを完璧に捉えました。リプレイで先制の場面をご覧いただいています。ベイスターズリードで迎える6回です。先ほどスリーランホームランを放っている黒羽。さあ次の投球、打った、痛烈な当たり、センター下がった、ヒット、バッターランナー一塁、けんぱつ蹴って二塁へ。
ランナー一気に三塁へ向かう。ランナー三塁でストップ。三塁タッチはセーフ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。ベイスターズリードで迎える8回です。ここまで2安打黒羽、シーズン最多本塁打記録まであと6本としています。投げました。外角低め、外れてボール。第3球を投げました。打ちました。これはショート正面、一塁送球アウト。これで2アウト、ランナーありません。いよいよ最終回を迎えました。トップバッターは黒羽、今日はスリーランホームランを打っています。縦のスライダーボール。第2球投げました。ボール、アウトコース高め。第3球を投げました。打ちました。菊池下がっていった。セカンド取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。ベイスターズ見事。横浜スタジアムです。ツーアウトランナー一塁という場面で黒羽、シーズン最多本塁打決まった。打ちました。痛烈、いった。入った入った、ホームラン、先制ツーランホームラン、スタンドへ。こちらが先ほどの先制のシーンです。ベイスターズリードで迎える3回です。先ほどツーランホームランを放っている黒羽、シーズン最多本塁打記録まであと5本としています。さあ次の投球、投げた、打った、アルボール。投げた、ボール。さあ4球目、4球目からタイミング合いません。第5球投げた、打ちました。右中間へのフライ、センター取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。ベイスターズリードで迎える5回です。バッターは黒羽、シーズン最多本塁打記録まであと5本としています。今日2打点を挙げています。投げた、直球に送ってストライク。早くも追い込まれています。第3球を投げた、アウトコース高め、外れてボール。第4球を投げました、外角高め、ストレートは外れてボール。第5球投げました、打ちました、ファール。第6球を投げました、外角、空振り三振。グランディ3安がうなります。ベイスターズ追加点のチャンスを迎えました。ノーアウトランナー一塁三塁という場面で黒羽、シーズン最多本塁打記録まであと5本としています。今日2打点を挙げています。第3球を投げました、打ちました。第
第4球を投げました。見送ってボール。次は5球目ボール。第6球を投げた。これはいった、いった一直線、入った入った、ホームラン、スリーランホームラン、黒羽根今日これが2本目のホームラン、スライダーを完璧に捉えました。今チームメイトがリプレイをご覧ください。横浜スタジアムです。横浜 DeNA バッターは黒羽やるよ。第9投げた、危ない球、投げた、インコースのボール右、ライト前ヒット、打球が転がっている、黒羽で一気に二塁へ、セカンドから三塁送球、二塁送球、二塁タッチセーフ、黒羽でツーベースヒット。バッターは5番オースティン。ベイスターズ追加点のチャンスを迎えています。初球から打ってった、レフト前ヒット、レフトバックホーム、オースティンナイスバット。3回の裏、これからベイスターズの攻撃に入ります。先頭バッターは黒羽、シーズン最多本塁打記録まであと4本としています。現在の打率は4割6分。会心の当たり、ピッチャー返し、抜けた、黒羽でいいバッティングを見せました。今日これで2打数の2安打。初球に送ってストライク、いきなり152キロ。第2球、一塁ランナー走った、打ちました、ヒットエンドラン、センターへ飛んだ、これはヒットになります。ヒットエンドラン成功。さあチャンスを、ベイスターズリードで迎える4回です。ノーアウトランナー一塁という場面で黒羽、現在の打率は4割6分。投げた、ボール、投げた、ストライク、村本厳しい球、投球これから4球目、打った、鬼怒川掴んだ、セカンドフォースアウト、アウト、ゲッツー。ベイスターズリードで迎える6回です。ワンアウトランナー1塁という場面で黒羽、シーズン最多本塁打記録まであと4本としています。今日はここまで3打数2安打。投球はこれから3球目、打った、ライトの右にボールが上がっている、掴みました、中継、ランナー一塁に戻ります。これで2アウト。ベイスターズリードで迎える7回です。今日2本のヒットを放っている黒羽、投げました、打ちました、初球打ち、鬼怒川バックしていった、取りました、これで3アウト。7回までがし、ベイスターズ完勝です。Thank you.
クライマックスシリーズ。ツーアウトランナー一塁という場面で黒羽投げました。低めのボール引っ掛けた。これは平凡なレフトフライ。取ってアウト。スリーアウトチェンジ。0対0で迎える4回です。ワンアウトランナー一塁という場面で黒羽、第一打席はレフトフライに倒れています。さあ次の投球投げました。打ちました。ボテボテのショートゴロ。二塁送る。二塁フォースアウト。アウト。ダブルプレイ。スリーアウトチェンジ。先0対0で迎える6回です。バッター黒羽、今日はレフトフライとショートへの併殺打。第2球投げました。低めボール。ボキは3球目投げました。打ちました。ピッチャー返し抜けた。黒羽でナイスバッティングです。今日初めてのヒットになりました。バッターは5番オースティン。第9ランナースタートを切った。投球ボール二塁送球。これは楽々セーフ。盗塁成功です。さあリプレイです。投げた。スローカーブ見送ってストライク。第3球を投げた。スローカーブボール。第4球はストレートはボール。インハイへ。第5球投げた。空振り。次が6球目投げた。打ちました。掴んでこれで3アウトになります。では改めて0対0で迎える8回です。先ほどヒットを放っている黒羽、外れたボール。投げた。2球目ストライク。第3球は見送ってボール。第4球は打った。小園ボールを掴んだ。一塁送球アウト。スリーアウトチェンジ。横浜スタジアム2回の裏、これからベイスターズの攻撃に入ります。トップバッターは黒羽。決まったストライク。まずは見送りました。第2球投げました。膝元ボール。投球はこれから3球目。打ちました。アットバットが折れた。ボテボテの当たりはショートゴロ。アウト。これでワンアウト。ランナーはありません。リプレイをご覧ください。ベイスターズ、ここはなんとか追いつきたい。ツーアウトランナー二塁という場面で黒羽、最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。二塁は牽制を送ります。タッチはセーフ。二塁はセーフ。第2球投げました。打ちました。ピッチャー返し抜けた。センターバックホーム。黒羽でいいバッティングを見せました。ベイスターズなおもチャンスが続いています。タッチアウト。牽制決まりました。先ほど7回の裏、ベイスターズラッキーセブンの攻撃。やるよ。先頭バッターは黒羽。第9球チェンジアップはストライク。投球これから2球目。チェンジアップはボール。投げました。カットボール見送ってストライク。さあ4球目。空振り三振。黒羽でスイングアウトのベイスターズ、何としても得点を挙げたい9回です。
2アウトランナー1塁という場面でプロ場面。第2球投げました。決まった。いった一直線場外への特大ホームラン。ツーランホームラン。ベイスターズクライマックスシリーズファイナルステージ第2戦を落としてしまいました。横浜スタジアムです。ツーアウトランナー一塁という場面で黒羽。初球を打ちました。レフト方向へ持っていきましたが、取ってこれで3アウトチェンジ。4回の裏、これからベイスターズの攻撃に入ります。トップバッターは黒羽。第1打席はレフトフライに倒れています。第2球アウトコース低めいっぱいストライク。第3球はスライダーボール。第4球を投げました。ボール。さあ5球目来た。いった一直線。入った入った。ホームラン。先制ホームラン。スタンドへ突き刺さった。ストレートを完璧に捉えました。4番の一振りで先制。チームメートが迎えます。今の先制の場面、玉村交番。6回の裏、これからベイスターズの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは黒羽。第2球ストレートはボール。第3球を投げた。3球目空振り。第4球を投げた。空振り。第5球投げた。打ちました。当たり損ねのセカンドゴロ。菊池取った。セカンドから一塁送球アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。ベイスターズリードで迎える8回です。ワンアウトランナーなしという場面で黒羽。今日はホームランを打っています。第2球投げた。打った。強い当たり。伸びた伸びていった。入った入った。ホームラン。ソロホームラン。2者連続のホームラン。やったね。さあリプレイです。ベイスターズクライマックス。横浜スタジアム。2回の裏、これからベイスターズの攻撃に入ります。先頭バッターは黒羽。初球打った。ライト前進。グラブ弾いた。聖火ね。今拾った。黒羽ナイスバッティングです。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。第1球投げた。見送ってストライク。まずは見送りました。1球目ストライクから黒羽スタート。外れた。キャッチャー二塁。これは悠々セーフ。盗塁成功です。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。第3球を投げました。これは引っ掛けた。サードの頭上フラフラっと上がっている。掴みました。これでワンアウト、ランナーは二塁変わりません。
第9球投げました。輪郎際どい球ボール。第2球投げました。ストレートに送ってストライク。第3球を投げました。打ちました。いい当たり。ヒット。あっと弾いた。そして今拾い直した。佐野いいバッティング。ベイスターここは何とか追いつきたい。ツーアウトランナー二塁という場面で、クロマ初球から打ってった。フラフラっと上がった。どこだ。余裕があります。取りました。これでスリーアウト。リプレイを。ベイスターズ大展開で迎える6回です。ノーアウトランナー一塁という場面で、マシンで捉えた。抜けた。中継。クロマでナイスバッティングです。ベイスターズ同点のチャンスを迎えます。さあ僕に任せて。ここで前進守備を敷きます。投げました。スプリット見送ってストライク。投球これから2球目。まっすぐ見送ってストライク。バッター追い込まれました。第3球を投げた。これは上がりすぎたか。さあ犠牲フライになるか。取りました。神里スタートを切った。三塁ランナーホームイン。ベイスターズゲームを振り出しに戻しました。4対4。ベイスターズやりました。これでチームに勢いが増すことでしょう。同点の場面。サヨナラ勝ち。ベイスターズクライマックスシリーズファイナルステージ。果たして今日日本シリーズ進出。さあ追加点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー三塁という場面で黒羽。第2球投げた。カーブ見送ってストライク。第3球を投げた。ボール。第4球を投げた。打った。これは強烈。さらに伸びていく。ライトセンター見送った。ホームラン。ツーランホームラン。右中間スタンドに叩き込んだ。ストレートを狙い打ち。先ほどのプレーです。ベイスターズリードで迎える3回です。ワンアウトランナー一塁という場面で黒羽。第2球内角高めいっぱいストライク。投球はこれから3球目。空振り。投球これから4球目。見逃し三振。ベイスターズ追加点のチャンス。ツーアウトランナー二塁という場面で黒羽。ジャストミート取ってアウト。スリーアウトチェンジ。ベイスターズ成功。ベイスターズリードで迎える8回です。ワンアウトランナーなしという場面で黒羽。第2球決まった。打った。強烈。いった。入った。入った。入った。ホームラン。ソロホームラン。さあ試合終了。ベイスターズ見事。
ペナントレース、そしてクライマックスシリーズを勝ち抜いた両チーム、完全制覇を目指しての戦いが始まります。東北楽天ゴールデンイーグルス対横浜 DeNA ベイスターズ、日本シリーズ第1戦の模様をお送りいたします。イーグルスの先発は切れ味抜群の変化球投手柳、対するベイスターズの先発は左2回の表、これからベイスターズの攻撃に入ります。トップバッターは黒羽、外れたボール、投球これから2球目、決まってストライク、投げた、3球目空振り、チェンジアップに全くタイミングが合いません。投げました、打ちました、痛烈、入れば同点だ、いった、リプレイでどう？ゲームは中盤戦に入ります。先頭バッターは黒羽。投げました。外角ギリギリいっぱい。ストライク。まずは見送りました。投げました。インコース低め空振り。タイミング合いません。投球はこれから3球目。見送ってボール。投げました。危ない球。第5球投げました、インコース低めいっぱい、見逃し三振、ベイスターズリードで迎える5回です。ツーアウトランナー一塁という場面で黒羽、第2球投げた、ボール、第3球3球目空振り、次が4球目、ストレートはボール、第5球投げた、インボール空振り、第6球は一塁ランナー自動的にスタート、あっと引っ掛けた、フラフラッと上がった、ピッチャー落下点に入りました、掴んでこれで3アウトになります。ベイスターズリードで迎える7回です。ワンアウトランナーなしという場面で黒羽、今日はホームランを打っています。第2球投げた、打ちました、これはピッチャー正面、一塁送球アウト、これでツーアウト、ランナーありません。ベイスターズリードで迎える8回です。ツーアウトランナー一塁という場面で黒羽、一塁へ牽制球を送ります。第2球投げた、見送ってストライク、第3球を投げた、決まってストライク、第4球を投げました、打ちました、引っ掛けた、パンとボールを取る、ピッチャーから一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ、8回ベイスターズ。楽天生命、ベイスターズ先制のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー二塁という場面で黒羽、ひときわ大きな声援が聞こえます。第2球投げました、2球目ストライク、第3球を投げました、打った、ファールボール、追い込んでから投げました、変化球アウトコースへ外れてボール、次は5球目投げました、これはいった先制の、ベイスターズ追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー二塁という場面で黒羽、振り返って二塁牽制球、
投球これから2球目ストライク。第3球を投げた、アウトロー、直球は外れてボール。投球これから4球目打ちました、ピッチャー返し、ショートから1塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。ベイスターズ リードで迎える6回です。バッターは黒羽。投げた、それ打ちました、ファールグラウンドで取りました。これで2アウト、ランナーありません。ベイスターズリードで迎える9回です。ワンアウトランナーなしという場面で黒羽、今日はチームの全打点を叩き出しています。初球ストライクから投げた、危ない球、第3球を投げた、これだ、右中間一投、間違いない、入った入った、ホームラン、ソロホームラン、黒羽今日これが2本目のホームラン。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。ベイスターズ日本シリーズ、横浜スタジアム、バッターは黒羽、頑張るから、第9球打ちました、初球打ち、ライト方向へ持っていきましたが取って、これで3アウトチェンジ。1回がし、ベイスターズリードで迎える3回です。ワンアウトランナー1塁という場面で黒羽、第1打席はライトフライに倒れています。アウトコース高め、外れてボール。投球はこれから3球目、アウトコース低め、外れてボール。第4球を投げた、打って出ました、レフトへのフライだ、田中落下点に入った、田中取りました、中継、ランナー1塁に戻ります。これで2アウト。さあ追加点のチャンスを迎えました。2アウトランナー2塁という場面で黒羽、今日はライトフライとレフトフライ。第2球投げました、それ打った、抜けた、飛ばす、三塁回った、その間に打ったランナーは二塁へ。ベイスターズ1点入りました、4対0。リプレイをご覧、バッターは5番オースティン、今日はセカンドゴロとサードゴロ。もう第2球投げました、決まった、ストライク。第3球打ったに当たりだ、ボールはライナーで左中間へ、クリーンヒット、ボールが転がる。ベイスターズさらに1点追加、5対0。ベイスターズリードで迎える7回です。2アウトランナーなしという場面で黒羽、投げました、初球を打ちました、キャッチャーの頭上、帯余裕があります、取りました、これで3アウト。ベイスターズ、ベイスターズ日本、
果たして今日日本一が決まるのでしょうか。よっ、ツーアウトランナー一塁という場面で黒羽根投げました。それ初球を打った。立浪交代、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。4回の裏4点を追いかけます。ベイスターズの攻撃、トップバッターは打ちました。山崎掴んだ、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。ベイスターズ追う展開で迎える6回です。バッター黒羽、今日はセカンドフライとショートゴロ。第2球投げました。もう第3球を投げた。3球目空振り、少し迷ったか。第4球を投げた、空振り、タイミング合いません。追い込んで投げた、外れた、ボール。投球はこれから6球目。あっと、これは上がりすぎたようです。センター落下点、センター方向へ持っていきましたが取りました。これで2アウト、ランナーありません。ベイスターズ同点敗で迎える8番です。ワンアウトランナーなしという場面で黒羽初球から打ってった。立浪ボールを掴んだ、一塁へ送る、アウト。これで2アウト、ランナーありません。ベイスターズ果たして今日に2回の裏、これからベイスターズの攻撃に入ります。先頭バッターは黒羽、打った、三遊間の打球、浅村取った、サードから一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。0対0で迎える4回です。ノーアウトランナー一塁という場面で黒羽、打ちました、初球打ち、ファール。初球ファールから投げた、危ない球。投球はこれから3球目、危ない球。第4球を投げた、打った、センター右へのフライですが掴みました。ランナー一塁に戻ります。これでワンアウト、0対0で迎える6回です。バッターは黒羽、今日はサードゴロとセンターフライ。第2球見送ってボール。第3球を投げました、カットボールはボール。次が4球目、投げました、打ちました、センターへの打球、ファウル、落下点に入った、掴んで、これで3アウトになります。ベイスだ、ベイスターズ何としても得点を挙げたい9回です。ワンアウトランナーなしという場面で黒羽、第2球投げました、決まった、いった、一直線、さらに伸びる、場外ホームラン、ソロホームラン。先ほどのプレーです。ベイスターズ
果たして今日に。さあ先制のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー三塁という場面で黒羽、大きな声援が届いています。第2球投げました。打った。左中間へのフライですが、取ってこれで3アウトチェンジ。さあリプレイ。ベイスター。ベイスター追う展開で迎える4回です。バッターは黒羽。第1打席はレフトフライに倒れています。第2球投げました。2球目ストライク。バッター追い込まれました。第3球を投げた。危ない球。次は4球目投げた。アウトコース低めいっぱい。見逃し三振。ベイスターズ大展開で迎える6回です。ノーアウトランナー1塁という場面で黒羽、今日はレフトフライと三振。第2球空振り。キレのある変化球。第3球を投げた。打ちました。これは内野ゴロ。山崎ボールを取る。セカンドフォースアウト。アウトゲッツー。ベイスターズ大展開で迎える8回です。ツーアウトランナー1塁という場面で黒羽、今日はここまで3打数ノーヒット1三振。インコース高めいっぱいストライク。投げた。打ちました。三遊間のゴロ。山崎掴んだ。一塁送球。頭から滑り込む。一塁はセーフ。試合終了。ベイスターズ日本一の座を手に入れました。歓喜の瞬間です。ついにベイスターズがやりました。素晴らしいドラマを見せてくれました。全ての人の思いを胸に戦ってきたベイスターズです。今日は願いがこの楽天生命パーク宮城で結実しました。拍手と喝采の中、選手たちがファンの声援に応えています。そして今日ついに日本一までたどり着きました。最高の瞬間を迎えています。見事日本一となったベイスターズ、連覇へ向けて選手たちのさらなる活躍を期待しましょう。日本一になりましたベイスターズ、数々の素晴らしい采配でチームを勝利に導きました。お伝えしてまいりました日本シリーズ。you
you